と一応あの触れてもいいですか。うん、なんか後ろに映り込もうとしてる人いませんか。あ、いるな。な、何見てんの。いや、わかんない。いやいや、今日は、うん、あの動画でオラリッシュが上がったんですけど、はい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 、あのスクランブル以外ではなかなかない同説2万人超えっていうプレミア公開マジでマジで 見たことないレベルの、うん、あんなロングバージョンだったんですか。いや、そうそうそう、いやだ、収録も長かったですもん。ああ、お疲れ様です。あ、お疲れ様です。ちょ、猫味、僕ちょ猫味にマジで文句言いたいんですけど。はい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 、いや、はいはいはいじゃなく、いや、オラリッシュでオラフ先生にパンのヒント与えてたでしょ、はい、なんからしいっすね、なんかね。いや、なんか僕ちょっと見てたんですけど、はい、なんかこうちょっとこうお怒りになってる方が結構いたんで。え、お怒りガチで。いや、ガチじゃない、ガチじゃない、ガチじゃないけど、ちょっと言っちゃった、言ってるみたいな。あ、はい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 、あ、先生のこう味をね、こちょっと殺しちゃったのかなと思って。いや、でも猫字はそういうとこあるから、うん、そういうとこあるからじゃない、デスクイズで、デスクイズで先に答え言うとかあるから、ね。違う違う、あれはね、マジで、うん、ね、台本が悪い、あの、区切り書いてなくて、うん、そのまま読んだらこれ、これ、これ答えじゃんってなって、あったからあったから。なんかドズル VS ボンジュールの時ありましたよね、あれ。いや、そうそう、それ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 、ありましたよね、なんかそれデスクイズで、それ以降、結構あの台本も改良されましたあれは焦った、さすがに取り直せないし。まあ確かに、うん、ありましたね。いや、すごかったっすね。オラリッシュおもろかったっすね。本当おもろかったっすね。うん、絶対こするやつやん。いや、あれちょっと第2弾もういいんじゃないですか、ね、うん、やってもね、ま、いいですよね、うん、なんか違う漢字の読みと か, てかあれマジでオラクの才能ですよね。いや、そうですね。うん、ボンさん、なんか、うん、記憶に残ってる回答ありますか。なんかとりあえず採点がめちゃくちゃ甘かったっていう記憶だけ残ってる正直、あの1回で取り切らなくて2回に分けて取ったじゃないですか。え、でしたっけ。そう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 です、そうです。え、どこで切りましたっけ。あ、ね、前半もう第1問で切って、そうそうそうそ そ, そうだそうだそうだ。後半なんかこう日開けたらオラフ先生ちょっと辛口になってたって言ってそうだ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 、ちゃんと3点とかつけ始めて、はいはいはい、そうだそうだ、でオリーに2点とかつけなきゃみたいな。そう、日が変わったら最低基準全然変わってて、そうそう、いや、オラフ最低基準変わってるけど大丈夫みたいなそれも含めね。そうだそうだそうだ、忘れてた完全に。そうだった、そうだった。僕がちょうど徳島に帰ってる時で、はい、僕のマイクとかも変わってるし、はいはいはい、いろいろね、なんかあ、そこら辺も含めてまた見たら含めて、うん、含めて、そうですね。何でもあり、何でもありだよ。何でもありっすよ。あ、オラフ君が、あ、正解だった。あ、そうそう、オラフ先生が、オラフ正解だった。あれマジ相当、ガバガバ咲いても含めて、相当面白かったっすけどね。なんか、オンリーに習った英単語とか英語か何かを忘れてたせいで、うん、きちんと答えれなくて、はい、なんか罪悪感から5点つけたみたいな。なんか自分がちょっとオラリッシュ落とし込めなくて、すいませんとかって謝り始めてオンリーに。だって誰が優勝したか覚えてないもん。いや、一応オンリー。あ、オンリーが、ね、優勝したけど。みんなどうでもよくなってたけど。うん、そうそうそう。いや、まあ途中マジボンさん大喜利してたからな、なんか。いや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 、週に3回焼肉食べた、なんかなんとかボンジオラリッシュが大喜利でしょ、だってもうあんなボンボンボンみたいな、ボンボンボンで、うん、ボンボンボンは、うん、いや、あった、いや、ワンチャンあったから、オラリッシュに関してはあった、うん、あった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 、結構新しい試みのね、ほんとトークに振り切った。いや、あれで同説2万つくのすごい、2万はなんか本当にすごい、うん、もう嬉しいですね、嬉しいですね。いや、だからそのマイクラとか全然正直関係ないじゃないですか。関係ない、関係ない、全然関係ないのに、ギリギリ1問目だけギリギリ、ああ、マングローブのね、ネタ持ってきたりとかね、うん、うん、確かに途中からもう普通にペーパーの、ね、問題というかなってましたもんね。国語編来るかって、国語はさすがに分かるでしょ。
あ、漢字？国語はね、あ、漢字はでも、いや、まあでも英語だから面白回答もね、生まれる可能性ありますもんね。結構そう、うん、お互い普通に回答者も分かってなくてみたいな、やっぱ、うん、オラフ先生が圧倒的にやばいっていうのが際立つのがやっぱ、ね、英語なのかな。うん、でもいや、でも俺、思ったより英語できてたんだけど、ドラッグ。あ、いや、思った、思った。そう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 。僕全然わかんなかったとかあったんで。そうなんですよ。すごいな。思ったより分かった、と思ったら全然違う、そうそう、変化球来たりして。まず、確かにね、うん。その辺が。塩梅が難しかったですね。難しいよ。うん、でもオラクンこれやりすぎるとオラクンほんとペラペラになっちゃったらね、なっちゃうなっちゃうなっちゃう。あ、そうっすね、なってっちゃうからやばいやばい、なっちゃったらあれだからね、あ、困んないけどね。困んないけどね、強みが減るって別に、うん、困んないよ、いやそれはそれでいいじゃん、いやいやいや、それはそれでいいじゃん別に、うん。でボンさん、ちょっと花火を待つ間アンケートでも行きますか。アンケート、はい。コンビニの走って、え、コンビニの箸、コンビニの箸、はい、あ、お箸ね、時々使わない時ありません？もう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 、僕はその家の箸使ったりとかもらって使わない時はそう貯金してますけどね、貯金ならぬ貯箸、うん、あ、貯箸いりませんって言えないからついていく、そうそうそう、うん、まあまあ貯箸することはあります、気使って、あの1品ずつが2本とか入れてくれたりとか。あ、わかるわかるわかる。家に溜まっちゃったりする、ね、まあまあまあありますね、うん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 、いやーと思うんですよ、それどこに、え、置いてます？あー、冷蔵庫ってこと？冷蔵庫にコンビニの箸入れない？いや、僕入れないっす。いや、入れない。でも入れてる人がいることは知ってます、うん、それいきましょう。おー、冷蔵庫に、冷蔵庫に入れてどうしたいんですか、あの人たちは。いや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 、すぐ出せるように思い出せるように、他に入れるとこないから。え、おは、こう引き出してこうお箸がやっぱ入ってるところとかに置くとかじゃなくて？じゃないじゃない、冷蔵庫に。ああ、え、それ、そう、ごめんなさい、袋ごと入れちゃうってことですか、それとも袋から取り出して、袋ごと、袋ごと、いやいや、袋ごと、袋ごと、そのまんま。え、袋ってその、あの、買い物袋ってこと？いや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 、買い物袋から出して、出して、あの、梱包された、包装された状態で、ね、そう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 、ええー、要するにお弁当を冷蔵庫入れるときに、うん、ついでに箸も置いとくみたいな。ああ、え、でもそれでは使わないんでしょ、その弁当では。その時は使わない。でもなんか溜まってくる。たまに使う、たまに使う。ボンさんはだからそこに入れ、うん、そっち派なんだ。俺入れてる。ストックが溜まりすぎると冷蔵庫邪魔になりません？なります。あの、卵を入れるとこに置くんで。卵。あ、卵買わないから。買わないから。確かに卵買わないっすよね。いや、ちょっと聞いてみるか。アンケートで。さすがに 10% ぐらいだ。いや、 10% いないでしょう。10% もいないか。周りであんま聞いたことなかったっす、ね、でもその人たちがいることは知ってます。あー、でしょ、その種族が、冷やしたいわけじゃないの、ただ入れてるだけなんですよ、ね、あ、必ず開けるところに目に入ってるとね、まあ、まあ、確かにね、そうそうそう、便利みたいなね、アクションが2つ以上なくて合理的ではありますよね。冷やしてるって言うの。冷やしてるわけじゃないけど、いやいや、まあ、一応分かりやすいでしょ、逆に、冷えて、冷えてますね、冷えてますね。今冷蔵庫開けてみ、1本ぐらい入ってんだろう。ああ、1本入ってる人はいるかもね。もうそれ冷やしてるからだな、それは。1本でも入ってる。あ、1本でも冷やしてたら。そりゃそうだよ、はいはい。え、ちょっと僕見てきていいですか、うん、ちょ、見てきますわ、僕冷えてるか。冷えて、冷えてる箸があるか。僕は絶対ないから、見なくてもいいな。俺もそう、なんかスプーンも入ってるよね。俺も入ってる。まあ、スプーンも。とりあえず、あの、渡される。プラスチックな、白いな。はいはい。ボンさん、ボンさん。はい。冷えてました。ほら、嘘嘘嘘、マジ冷えてるんだって。いや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 、まさかの冷えてた。あ、冷えてるんだって、まさかの冷えてた。あ、ほら、でしょ、知らない間に冷えてた。知らない間に冷えてるよ。冷えてた。あなたの知らない冷蔵庫に走ってますよ。マジで、ほら、びっくりした今。あるのよ、あるのよ、やっぱ。みんなないと思ってるけど、あるよ。怖いね。みんなのお家にも、みんなの割り箸、みんなの冷蔵庫にも、あるかもしれない。あるかもしれない。冷えたね、割り箸がね。冷えてんだ、気づかないうちに。ドズル社ポジション、最後まで見てくれてありがとう。高評価、チャンネル登録よろしく。